それでは、皆様、昨日のナイターに引き続き、連日、岩田さんにご来場いただきまして、誠にありがとうございます。平素はベガルタ仙台の、5000円、応援をいただきまして、本当にありがとうございます。日曜日のお忙しい中、お足を運んでいただきましたこと、ズームでご参加いただきましたこと、重ねて御礼申し上げます。本日はクラブミーティングということで、2月に続きまして、2回目の開催となります。冒頭、私、今日、司会進行を務めさせていただきます。経営企画部の磯田と申しますが、簡単な連絡事項等をご説明をさせていただきます。記載の通り、お読みいただいている通りでありますが、ちょっと大変なことですので、ご説明させていただきます。まず本日のミーティングの模様ですね、録画しております。後日動画で配信をいたします。ミーティング終了までは、外部への情報発信は禁止とします。生中継としないようにご協力ください。メディアの皆様が取材のため参加をいただいております。より多くの方のご質問、ご意見を頂戴したいことから、1人当たりの回数、時間を制限させていただきます。ご発言の際はお名前をお名乗りいただきます。Zoom 参加者の方は、カメラをマイクオフでお願いいたします。特にマイクオフはですね、ちょっと気をつけてください。はい。で、あとミーティングのこの資料ですね、今 QR コードで資料をお配りしますけど、こちらのですね、拡散等はちょっとお控えください。続きましてですね、2枚目の方ですね、本日のクラブ側の出席者をご紹介させていただきます。取締役、社長を含めて取締役の3名と部長の4名が参加をさせていただきます。専務の北畑ですけども、ちょっと他の業務がありまして、少し遅れて参加する予定でございます。それでは早速ですが、開会に先立ちましてですね、本日のミーティングの開催の趣旨であったり、クラブを代表してお会いするということで、社長、代表取締役社長であります、板橋秀樹よりご挨拶をさせていただきます。お願いします。はい、改めまして、皆さん、こんにちは。株式会社ベガルタ仙台の社長を務めております板橋でございます。ただいま、司会の方からお話のありましたように、今年2月シーズン開幕前に第1回目のクラブミーティングを開催をいたしました。本日はその第2回目ということであります。本日はリアルの会場に約50名の方、そして Zoom 参加で約100名の方が参加ということで伺っております。第1回目につきましては、振り返りでございますけれども、初めての開催ということもありまして、シーズン開幕に向けてのトップチームの意気込みといったことを中心に、初めに庄司ジェネラルマネージャーのビデオメッセージ、そして森山良郎監督のビデオメッセージを流しまして、シーズン開幕にあたってのトップチームの考え方、意気込みといったものを皆様方に見ていただきました。合わせまして、2024シーズンの経営の状況について、私の方から、クラブとしての考え方、大きくは、すでにご承知の通り、育成をより重視するといったような経営方針の転換、あるいはスタジアムの環境をより魅力的な環境をどう作っていくかといったような経営に関するお話をさせていただきまして、それについてのアンケートなども実施をして、その意見を踏まえて意見交換をさせていただきました。また、良好な感染環境を作るという観点で、新しい感染ルールというのを新たに設けまして、そのご説明もさせていただきました。1回目はそういうやり取りをした上で、そのご意見を踏まえて、2024シーズン、ここまで運営をしてきたというのが実態でございます。本日の第2回目でございます。ご案内の通り、シーズン、トップチームのリーグ戦も終盤を迎えております。ご案内の通り、昨年の成績に比べてかなり向上はしております。ただ、なかなか厳しい状況というのは、それぞれのクラブが実力をどんどん上げてきている中で、競争が毎年どんどん厳しくなっているというのも実態であります。1勝1敗、それぞれによって順位が激しく入れ替わるというのが、皆様ご承知の通り、現状厳しい J2 の戦いであります。その中にあって、後半戦、終盤に向かっての意気込みというのを、第1回目と同じように庄司ジェネラルマネージャー、そして森山良郎監督からビデオメッセージをいただいております。最初にそれをお聞きいただきたいと思います。
また、2つ目のポイントでございますけれども、1回目にご提示をいたしました新しい感染ルール、これは皆様方ご承知の通り、横断幕についての一定のルールを決めるという内容でございます。総じて、その後、トラブル、あるいはお客様の批判というのはだいぶ少なくなっておりますので、一定の効果があったんではないかなと思いますけれども、そういったアンケート、あるいは今後の考え方についてお話をさせていただきます。そして3点目、これは新しい課題ということで、皆様方の関心もあろうと思いますけれども、岩手スタジアムの芝生の張り替え工事というのが正式に発表されまして、これによって、来シーズン、今のところ6月ぐらいまでの見込みと言われておりますけれども、ピッチが使えない、いわゆる試合の会場として岩下が利用できないということになりました。当然ながら、代替施設を探さなければいけませんが、現状でいうと、宮城スタジアムの開催という一択になりますので、これについて、さまざま、皆さんすでに、お気持ちの中にすでに思い浮かばれていると思いますけれども、アクセスの問題、その他、さまざまな課題が当然あることは我々も承知をしておりますので、それについて、意見交換をさせていただいて、我々として今考えている対策、またそれに加えてどんな対策が必要なのか、あるいは宮城スタジアムだからできる、今までに岩下ではできないけれども、宮城スタジアムだからできるといったようなことも、前向きに考える、そういう対策も検討が必要だと思っておりますので、そういった建設的なご意見もいただけると大変ありがたいというふうに思っております。いずれにしましても、皆様方とコミュニケーションを十分にとって、共通認識に立った上で、より良い観戦環境、より良いクラブの運営、そして皆様の思いを背に受けて、トップチームがそもそもいるべき場所に戻るという、そういう取り組みをみんなで応援する、そういう機運を高める、そのきっかけにできればいいなと思っております。開会にあたりましての本日の開催の概要と趣旨をご説明をいたしました。今日はどうぞよろしくお願いをいたします。はい、ありがとうございます。では引き続きましてですね、トップチームの方からですね、ビデオメッセージをいただいてますので、庄司 CM 森山監督の順で、放映させていただきます。なお、収録はですね、ジェフ戦が終わった後で、いわき戦の前の間に、収録しているというところで、ご認識いただいて、聞いていただければと思います。じゃあ、よろしくお願いします。ベガルタ仙台の庄司です。サポーターの皆様にはいつも熱いご声援をいただきまして誠にありがとうございます。今シーズンは若手を育成しながら、J1 昇格を目指していこうということで、スタートしました。キャンプにおきましては、これまでにない、体力トレーニング、また、ディフェンス面におきましては、球際の厳しさとか、攻守の切り替えの速さ、また、相手にスペースを与えないようなラインコントロール、その辺を重点に置きながら、トレーニングに励みました。それを踏まえて、シーズンインしたわけですが、1試合1試合やっぱ課題というものが出てきて、それを修正しながらこう積み上げてきたものが、今の成績になっていると思います。今の成績は、28節を終了して5位という成績です。この成績が、誇れるものかどうかというのは分かりませんが、自分としては手応えというものを十分に感じた成績であるというふうに思ってます。残り、10試合というふうになりましたけども、まだまだ攻撃の部分というのは足りないと思ってますんで、この辺を重点的に、取り組みながら、試合に臨みたいというふうに考えております。まだまだ成長過程のチームであると思いますので、試合に出れない、出てない、絡んでないような若い選手もどんどん成長していると思いますので、しっかりと取り組んでいきたいというふうに思ってます。ここからは、怪我人が、多いだとか、あとはイエローの累積とかで、出場停止、いろんな意味で総力戦になっていくと思います。
その辺を踏まえながら、もうみんなで一つになって戦っていきたいというふうに思ってます。でサポーターの皆様には、まあ仙台の強みといいますか、ユアスタのやっぱあの雰囲気、サポーターとスタジアムが一体になったあの迫力、それがやっぱ選手の力になっていると思います。引き続き、皆さんの力をお借りしたいというふうに思ってます。ぜひ皆さんと一緒に、J1 昇格目指して戦っていきたいと思いますので、引き続きよろしくお願いします。サポーターの皆様、いつも応援ありがとうございます。監督の森山芳郎です。まあ、昨年、悔しい結果に終わり、今年はキャンプ当初から、昨年からの強度とか運動量を上げていこうという取り組みでキャンプをスタートさせました。まあ、昨年のスプリント回数っていうのが1試合平均64回だったのが、今まあ試合ごとにこう増やしていくというところで、現在まあ1試合平均90回ぐらいのスプリント回数ということで、まあ 1.5 倍ぐらいのまあスプリントをしているということで、キャンプから厳しい練習を選手にやってもらった成果は少しずつ出てきてるんじゃないかなと思います。まだまだチームはね、まあ成績としては現在5位でプレーオフ圏内というところで、はありますが、まあ、後ろの、ね、ジェフさんとか、山形さん、岩木さん、まあ、その辺の本当に力のあるチームもまだまだ、虎視眈々と、プレーオフ圏内を目指してますし、ここから予断を許さないというか、本当に1試合がプレーオフという気持ちで戦っていかないと、ここからあっという間にずっこけていくこともあり得るので、なんとか引き続き頑張っていきたいと思います。ブレイク明けの清水エスパルス戦は何年ぶりですかね、あの満員の、サポーターの皆様の前でプレーする喜びを選手は感じながら、ものすごいエネルギーをいただいて、まあ、勝利することができました。選手たち、あるいは僕らスタッフたちも毎試合、その試合前に今日はチケット何枚売れてるんですかっていうようなことが気になって、いて、もう本当たくさんのサポーターの皆さんと共に戦い、最後勝利して、まあ喜びを共にし、オーラを歌っていただいて満足して帰ってもらうというのが僕らの一番の喜びですし、まあそのサポーターの皆さんが僕らを勇気づけてくれて、最後のそのスプリントのエネルギーになって足を一歩踏み出すその勇気につながって勝ち取った勝ち点、得点も多かったと思います。アウェーに行っても本当に狭いエリアに詰め込まれてるというかね、本当はもっともっとたくさんサポーターの皆さんチケット買いたいという方もいらっしゃるんですけど、狭いエリアですけれども、もう本当に満員になることが多くて、で少ない人数ながらももう本当にその、競技場ジャックじゃないですけども、応援で、ジャックしていただいて、でアウェーの、ホームのサポーターよりもものすごい大音量で、僕らもいつも勇気づけられて、大変素晴らしいなと感じてます。特に僕も本当、これまで数チーム、4チーム選手の時代も在籍しましたけれども、まあ、こんなにすごい熱を感じるというか、サポーターの皆さんが本当に真剣になって、ものすごい大音量の、まあ、サポートいただけるっていうことは、本当感動してます。僕はもう本当試合前とかも本当涙でうるっとなるぐらいすごい応援で、これは頑張らなければという、気持ちにさせていただきます。選手にもスタッフとも共有してますけれども、僕ら、今ベガルタ仙台の選手スタッフともども、地域
あるいはベガルトファミリーの皆さんに必要とされ、まあ、愛されて応援されるクラブになるという一番の目標を達成するためにまた、サポーターの皆さんと共に戦い、勝ち点、勝ち星を一つでも多く取ってプレーオフ圏内に入って本来いるべき、J1 に戻るという強い気持ちを持って、最後の最後まで戦いたいと思ってます。これからも本当に熱い熱い声援、選手がビンビン感じるような本当に、突き刺さるような、大声援をいただけますように、皆さんにお願いしてご挨拶とさせていただきます、本日はどうもありがとうございました。はい、以上がチームと監督からのビデオメッセージになります。あのメッセージの通り、ぜひこれからも引き続き熱いご声援をスタジアムでいただければと思います。よろしくお願いいたします。それでは引き続き会を進行させていただきます。次はですね、アンケートの結果についてというところで私の方から簡単にご説明をさせていただきます。こちらのアンケートですね、アンケートに伴う結果についてというところで、ホームページの方にも公開をさせていただいている内容です。先日のですね、30日金曜日の午後にですね、ホームページの方に公開をしております。で、今回第2回のクラブミーティングを実施するに伴いましてですね、今回の、まあ、ミーティングのテーマとなるべきものをですね、事前にアンケートを取ってですね、傾向であったりご意見を聞いておりました。アンケート自体はですね、8月21日から26日までの、約6日間アンケートを開催をしております。この期間中にですね、クラブミーティング開催のお知らせのページからリンクを貼りまして、あと合わせてですね、メールマガジンを、3回配信して皆様にご協力を呼びかけをさせていただきました。配信数としてはですね、ベガルタ仙台をお気に入りにしていただいている ID の方々、8万6000人に、3回に分けて、メールを配信して、配信したところ、まあ、開封率が大体平均アベレージで 30% ぐらいですね。そのうち回答していただくのが 1% ぐらいというところが、今回のアンケートの、定量的な数字となっております。じゃあ次お願いします。はい、それでまず、3つ質問がありましたので、それについて説明をさせていただきます。1つ目がですね、24シーズンからですね、大きくルール変更、感染ルールの変更になりました。横断幕類のですね、事前申請方法の内容についてのお伺いをしております。2024シーズンはですね、すべて事前申請制とさせていただきましてですね、許可を得ない検出物は原則使用不可というふうにさせていただいております。これについての、まあ、申請方法の改善と難易度を伺っております。割合としては、まあ、記載の通りなんですけども、まあ、簡単だったというところが 5.7% と一番多かったというところです。で、どちらでもないというところがですね、89.5% というところですね。まあ、これはどうしても感染する方の中で、横断幕を毎試合のように保健室するという方がですね、母数が全体に対して割合としてはやはりそんなすごく多いということではないというところが、まあ、事実としてありますので、まあ、こういった傾向にはなっておりますが、まあ、比較的簡単であったのではないかというふうに、推測はしております。いただいたご意見ですね、ご意見もですね、相当数を300以上回答いただいた中ではかなりの数ご意見をいただいているんですけども、少し一部抜粋しております。まあ面倒ですが特に難しくはなかったであったり、事前申請制なことに違和感があるとかですね、まあ表現のおかしいものはないので申請制はうまくいっているのではないかということとかですね、まああとこれはまあ賛否どちらでもないというよりは、現在の方法について対象となっている方々の意見を聞いてですね、すべての方々が納得し方で運営をしてくださいという、どちらかというとこれはお願いというような意見もありました。で、申請制には賛成ですと、自分の意図しない言葉を持つ羽目になって嫌な思いをしたというご意見もあったというところです。じゃあ次のページお願いします。はい、続きましてがですね、ここからがですね、来年のお話になりますが、ユアテックスタジアム仙台が、まあ、少し使えない、6月まで使えないというところで、Q&A スタジアム宮城スタジアムの開催についてのところです。ここもですね、どちらかというと、年間チケットを保有している方、まあ、
さらには、まあ、指定席をお持ちの方というところで、少し対象は絞り込まれたヒアリングにはなっておるんですが、希望の席番をヒアリングすることを検討しておりましたので、ちょっとそこのご意見を伺ったというところでございます。賛成が圧倒的に多くてですね、47.2%というところでした。やや賛成を入れるとですね、60%を超えるという声でした。どちらでもないという方が、まあ、36.5%。これはもしかすると指定席じゃない方とか、年チケじゃないとか、自由席の方かもしれないというところでございます。いただいたご意見のお抽出いたしますと、現在の予約の席に近い環境、場所を可能な限り配慮していただきたい。あと、毎日が同じ席に見えるので、フィールドの見え方が分かるような、まあ、写真とか映像があるというと、まあ、見やすさで見たことがないという方は、もしかしたら、このうちも12年ぶりに開催しますので、相当いらっしゃると思うので、どういうふうに見えるのか自体がそもそもが分からないという声が多いのかなというふうに思いました。あと、これは指定席の方ではないですけども、自由席の方々は、やはり先行入場というのが非常に重要だということは、我々も認識しているんですが、まあ、そういった先行、同じ先行入場制になるんですかという問いかけをいただきました。あと、年チケの特典として、ヒアリングは妥当だということであったり、会場が広くなって座席に余裕があるので、救急に、言わせたのに救急になることはないので、連番とか通路側がいいとかですね、大まかな希望を、希望する人のみの対応をしてほしいという声もいただいたというところでございます。続きまして、はい。で、最後、そうですね、一番、問題だと、クラブとしては今捉えている、交通アクセスの問題ですね。Q&A スタジオ宮城に来場する際、想定する交通手段について、今の想定をお伺いしました。こちらはですね、公共の交通機関というところが、なんで4%非常に少なくて、やはり一番多かったのは、自家用車59.2%。60%の方々はやはり自家用車で行きたいと。やはり、車社会である仙台であるということであったり、場所が場所の時に、やはり車で行くのが一番便利だろうというところが、この数字に表れているのかなと思っております。シャトルバスが26%、その他歩いていくとか、もしかしたら自転車とか、そういった方もいらっしゃるのかもしれないというところです。で、これ交通手段についてお伺いしているところでも、その中でですね、いろんな定性的な声をいただきましたので、ちょっと紹介させていただきますと、交通手段とか関わりがない声も入ってますけど、ご了承いただきたいと思います。今までよりイベントとかスタジアムの店舗を増やしてほしいと。非常にスペースは広いんですから、そういったことはできるんじゃないかなと思っております。で、トラックがあるので、ピッチのサイド席を毎回設置してもいいと思います。これも、他の陸上競技でもスタジアムでよくやっているということですね。宮城スタジアムは感染環境非常に良くないと。4モールリフができて、交通環境はかなり変わったというふうなご認識ということで、渋滞が心配だと。スタジアム、遠いので、周辺、試合が始まるまで何もないと、時間をどう潰すかが課題だということで、課題を提起していただいている声もあります。あと、これですね、非常に、なるほどと思うんですが、県外からの感染なので、ナイトゲームの開始時間が18時だとありがたいです。19時開始では最初のスキマスキマにあるので、感染は難しくなりそうですというところで、新幹線に乗らない方としても、やはり仙台市内にお住まいの方でも、7時に始まって9時に終わると遅いというところは、非常に、そこから帰るとまた遅くなるというのは、非常に貴重なご意見かなと受け取りました。あと、宮城スタジオの隣に、Q&A スタジオの隣にあります積水ハイムスーパーアリーナというところで、ここでもいろんなコンサートをやってますけども、コンサートと重なった場合にですね、シャトルバスとか駐車場の料金に大きな差が発生することが考えられるので、それも想定して対策をお願いしたいというところでした。非常に貴重なご意見をいただいたところです。で、これらのですね、意見を踏まえた上で、ちょっとこの後ですね、文部部長の方から、一つ一つ、内容のところの深掘りのご説明をさせていただきます。ちょっとアンケートの取り方とか、アンケートっていう軸でですね、ここで何かご質問とかご確認とか、聞きたいこととかあれば、中身はちょっと後でやりますので、アンケートの手法とかですね、これのところで、もしご意見とか、聞きたいことがあれば、ご発言いただければと思いますが、いかがでしょうか。はい。マイクを押しますので、お待ちください。こちらの方の中の方が多いでしょうか。
ません。大山と申します。はい、大山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。前回のクラブに、すみません、昨日ちょっと暴れまして、声が枯れてるのをご了承いただきたい。ありがとうございます。アンケートのその手法ということで、ちょっと言いたいことがあったんですけれども、前回もそうでしたが、同じ内容の、アンケートを3度送られているということで、果たしてですね、同じものを3回送って、なるほどというような意見が集まるのかと、それであればですね、むしろ会場でそのアンケートを書いてもらうとか、そういった方が抽出されるその意見の数も質も高いものが得られるのではないかと思うんです。で、先ほどの資料で言っても2回目3回目の回答率というのが著しく低い。それはやっぱり何でもまたかよって正直私は思いました。こういったようなアンケートの仕方をしたのでは、広く意見を、集約することはできないと思います。なので今後そういったことをやるのであれば、方法について、もっと広く、意見を求められるような方法を考えていただきたいということです。以上です。はい、岡山さん、非常に貴重なご意見ありがとうございます。おっしゃる通り、メールマガジンでアンケートが来て、ちゃんときっちり開いて回答する人がどれぐらいいるんでしょうかと、僕も個人的にいろんな企業からアンケート来ますけども、答えてますかというと、非常にそこは難しいところは、めんどくせえな、開封すらしないって人が多いという現状は、それリアルなお声だと思います。それであれば、例えば小山さんがおっしゃる通り、スタジアムでアンケートを配布して、スタジアムにいる方の声も合わせて取るとか、そのアンケートをイベントにならずに、いろんな手法で取った方が、母数が、声の母数が増えるんじゃないかということのご意見だと思います。それは非常に最もだと思いますので、ここちょっとそうですね、幅広く意見を取ることが当然目的ですから、そのためには手法がたくさんあるべきというのは、最もなご意見ですので、ご参考にさせていただきます。非常にご貴重なご意見をありがとうございました。はい。他にご意見ございますでしょうか。ズームの方とかいらっしゃるんですかね。今のところ大丈夫ですかね。はい。ではですね、すみません。じゃあ、手法のアンケートのところから続きまして、次は中身の議論のところに行きたいと思いますので、ちょっとバトンタッチをします。文部部長にバトンタッチします。はい。文部と申します。よろしくお願いいたします。まず、最初ですが、2024シーズンからの感染ルールの変更点についての現状報告というところをさせていただきます。こちらの2月のクラブミーティングで開催時の話をさせてもらったんですけども、実際に実施してみてどうだったのかみたいな報告は、させていただくという話をしていましたので、ここまでの報告となります。で、何を変えたかといいますと、2024シーズンは、幕類の事前申請を実施しております。で、実際こちらの2月の12日に行いましたクラブミーティングで、出した内容なんですけども、幕類の事前申請、対象としては横断幕、大旗、メッセージ幕などを事前に申請して、やりますというところをさせてもらいました。はい。で、現状なんですけども、報告としましては、ホームゲームの際に掲出するすべての幕類、横断幕、旗などを事前に申請に変更して、実際に実施しております。実際に幕、方などを振られている方で申請いただいた方ありがとうございます。シーズン当初からこれまでの申請件数としましては約200件ございました。で、実際その中で事前申請がなく試合当日に掲出されたという幕類が約10件ほどございましたが、こちらの勝手にやったとかというものではなくて、申請し忘れてるみたいなところがほとんどでした。ですので、その場で、実際出してた方に確認しまして、申請を忘れましたので、確認が取れれば、仮申請書に記入いただき、掲出というのは、許可しております。で、これまでやってきた中で、ホームページで申請フォームの申し込み場所が分かりづらいという意見は多数いただきました。実際、これまではオフィシャルホームページの
ホームゲームの来場の皆様という中に、まあ、事前申請に関する項目も設けておりましたが、今後実際にちょっともうちょっと運用を分かりやすくというところを考えておりますので、新たに専用のページを立ち上げて、メニュー画面に掲載をするなどの改善を検討しております。で、まあ、実際、冒頭社長からも ありましたが、2024シーズンはマックへの事前申請制度の変更を実施してまいりましたが、まあ、これまでに問題となるような事象の確認はクラブとしてはないため、一定の効果があったのかなと考えております。ですから2025シーズンの変更と同様の制度での実施を検討しております。はい、これが報告となりますが、まあ、この件で何かご質問ある方、いますでしょうか。欲しいですかね。はい。Zoom の方でもし何かご意見あれば挙手というボタンがあります。挙手でもいいですし、チャットで入れていただいてもいいですというところです。今ちょっと Zoom のチャットのところでですね、アンケートの手法のところで意見がいただいておりまして、コスト面の課題はあると思いますが、 LINE 配信の方が開封率は改善できていいのではという長島さんのご意見がありました。非常に参考にさせていただきます。あと佐々木さんからはですね、来場者に対してのアンケートであれば、Vポートにアンケートページを作ってもいいと思いますというようなご意見をいただいております。まあ、非常にすぐにでもできるような具体的なご提案をいただいておりますので、ありがとうございます。引き続き、この中身のところ、はい、ご質問とあれば。はい。はい、じゃ続きまして、Q&A スタジアム宮城スタジアムですね、そちら の開催についてのご質問させていただきます。2025シーズン、一部のホームゲームを Q&A スタジアム宮城スタジアムですね、で開催いたします。で開催理由としましては、ちょっと冒頭社長も軽く触れましたが、はい、2024年の12月中旬から2025年の6月末、今シーズンなんですね、今年の12月中旬から来年の6月までを予定として、まあ、岩テックスタジアム仙台の芝生張り替え工事を行うことが、8月下旬に仙台市から公表されました。そのため岩テックスタジアム仙台がその期間で使用不可となるということがあります。実際のじゃあなんで宮城スタジアムなんですかってところなんですけども、まあ、J リーグの現在のクラブライセンス制度という制度があるんですけども、そこの施設基準っていうのがあるんですけども、それを満たしているスタジアムというのが宮城県内で言いますと、まあ、岩テックスタジアム仙台と Q&A スタジアム宮城という2つのみとなっておりますので、まあ、岩テックスタジアム仙台が使用不可であるため、まあ、Q&A スタジアム宮城での開催という形になります。で実際の開催期間としましては、2025シーズンの開幕から6月末までというのを予定しております。はい、で、Q&A スタジアム宮城での試合開催なんですけども、実際、ちょっといろいろ、まあ、お客さんのサポーターの皆さんでも不安に思うところあると思うんですが、実際 Q&A スタジアム宮城での試合開催につきましては、過去にも実際試合しております。特に同じような芝張り会の、ところで言いますと、2009年、前半戦ずっと宮城スタジアムだったんですけども、まあ、過去の試合開催時から、まあ、施設の駐車場の拡充を行われたり、周辺道路の整備がされるというようなことの変更はございません。ですので、クラブとしましても、まあ、過去の試合開催時の状況や、あとコンサートですね、大規模イベントの実績を確認しましても、交通アクセスなど渋滞が課題だという認識はしております。スタジアム内の駐車場の確保や警備員による場内誘導、お客さんの利便性を考えたシャトルバスの運行なども検討してまいりたいと思います。まあ、この後ちょっと説明をさせていただきます。で実際のここに書いている以外でも、アクセスだけが問題なのかというと、そこ以外のところでも課題があったり、サポートの皆さんの中で、まあ、気になっているところとか、不安になっているところとか、まあ、こういうのどうなのというのはあると思いますので、まあ、この後ご質問いただければと思います。はい。実際スタジアムのアクセスについてというところですが、
まあ、駐車場のところにつきましては、現在スタジアムと調整しております。で、実際宮城スタジアムの方行きまして、施設内の駐車場利用ができるように話し合いをしております。で、来場者の方々が駐車場できるように調整はするように、手配しております。実際、メガ仙台の利用可能な駐車場台数なんですけども、こちらちょっと確定はしてないんですけども、まあ、隣のある施設、積水ハイムスーパーアリーナなどで、まあ、周辺施設のイベント、開催、上限もちょっと変動するんですけども、そういうイベントがあった場合、重なった場合でも、メガ仙台の利用はできる見込みというところで、そういうイベントがなければ、もっと多く駐車場は利用できるかなと思っております。Q&A スタジアム宮城の駐車場動線、まあ、周辺道路の構造上混雑は予想されますが、まあ、我々としましても、駐車場内の警備員を適切に配置して、まあ、スムーズに入退場できるよう努めてまいりたいと思っております。はい、で続いて、スタジアムのアクセスについてのところで、シャトルバスなんですけども、まあ、現時点では仙台駅、泉中央駅、岐阜駅など発着場として、シャトルバスの運行を検討しております。でちょっとまだバス会社さんと今ちょっと話し合いをしておりまして、どこからどういうふうに、どんだけの台数でとかっていうのがちょっとまだ確定してないので、お話できることはそんな多くないんですけども、バス会社との連携の上、シャトルバスの運用というのはしていきたいと思っております。で料金とか出発、到着場所、発着場の詳細は決まり次第で決定してお知らせできればと思っております。はい、実際のちょっとイメージがなかなか湧かない方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、過去にちょっと宮城スタジアム行ったことある方はなんとなく記憶にあるとは思うんですけども、まあ、席割りというのは現状案なんですけども、まあ、岩下の席割りに習って、まあ、このような形で検討はしておりますが、ちょっとあくまで案ですので、ちょっとここからまた変更するなりということもあり得ますが、現状このような形で検討はしております。ちょっと実際これ分かりづらいんですが、S 指定席バック、下の方に行くと、コンコースが最上段になるので、そこから降りるしかないとか、ちょっとなかなかこう最前列に行く方は、すごい大変な構造でもあるので、そういうところも踏まえまして、次のページなんですけども、まあ、連携つけての方々、まあ、指定席の方々なんですけども、席番のヒアリング実施したいと思って、このアンケートを今回取らせていただきました。で実際はフィアテック仙台と Q&A スタジアムの宮城の席仕事の席数、まあ、実際席数がすごく多いので、そこの相違があることから、まあ、年間チケットの指定席のお客様には、まあ、できるだけ岩下のと同じ席種ではあるんですけども、宮城スタジアムでこの辺みたいな、お希望があるんだったら、そこの購入時にヒアリングをして、まあ、お申し込みできればなというところを考えておりました。実際のそのタイミングでは、年間チケットの発売する前には Q&A スタジアム宮城の席番とか別番号が分かるような図面を公開して、まあ、実際できればなと思っております。まあ、あと、ここの年次で申し込みする以外にも、まあ、宮城スタジアムの席番というか、図面が早く分かればお客さんも何となく目につきやすいので、できるだけ早いうちに公開したいなと思っております。はい。で、あと、スタジアム Wi-Fi なんですけども、まあ、ユアスターであるような、エクアルタフリー Wi-Fi ですね。こちらに準ずるようなサービスというのが、Q&A スタジアム宮城にはございませんので、あらかじめご了承いただければと思います。はい。ちょっと現時点で決まっているところにはこれぐらいなんですけども、ちょっとこの後ご質問とか気になるところがあればいただければと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。宮城スタジアム関連のところで、まあ、あと前回ご説明しましたので、Q&A スタジアム関連で気になる点とか、何年かあればざっくばらんにご意見をいただければと思います。ちょっと実際、我々としてはアクセス大変だよねとか、駐車場何台あるのとか、お客さんが気になるだろうなっていうところは想定してるんですけども、ちょっと我々は想定できてなくて、お客様の方からいただいて初めて気づくこととかもあるので、ちょっともしそれが我々として解決、今答えができるできないときにしても、ちょっとこういうこと気になってるんですけど、みたいなことがあれば、
今後検討していく材料にしたいと思ってますので、お願いいたします。はい、Zoom のチャットの方でちょっと質問があるので、話しています。信之さんという方からご質問ですけども、宮城スタジアムの修理は予定通り2月中に完了できる見通しですかというご質問です。はい、ありがとうございます。そうですね、先にそこをお話ししなきゃいけないと思います。宮城スタジアム、宮城県さんの方に確認しましたところ、2月いっぱいで、修理が、終わるというご連絡いただいてますので、実際ちょっとまだ来年の日程とか試合の日程とかこれから決まるので、確定的なものは言えないんですけども、実際開幕して3月の試合ぐらいからはもう宮下開催という形になりますが、もし2月に入ってくるところに試合が入ってくるようなことがあれば、ちょっとアウェイの試合になるとかっていう調整は今後来季の日程調整の時に J リーグとの調整が必要になるかなと思っております。ですので一応今の回答としましては2月中に工事が終えるという形になっております。はい、2月中に完了して3月から宮城スタジオが使える。先般の地震で、非常に大きく壊れたというのは報道されている通りでございます。はい、あとですね、村上さんという方から質問がありまして、年間チケットでユアスタだけパックを作る予定はあるか。多分つまりですね、年チケなんだけども7月からの年チケ、ユアスタからの年チケを設定する余地はありますかという質問です。はい、現状でその年次どう売るかっていうのをこれから今社内で話しているところなので、そこまでの話になっていませんけども、社内でそういう話は上がっておりました。ただそれも日程ちょっと出てみないと宮下で何試合やるのかっていうのも あると思いますので、実際は、現状ではまだ考えておりませんが、検討 しなくてはいけないなと思っておりました。ただまあ、毎年言ってるんですけども、年チケフルで買われる方もいらっしゃると思うんですけども、まあ、春チケとか、年間チケットハーフとか、ラスト5試合とか、そういう途中から買える年チケも準備しますので、例えばハーフチケットがちょうどそこに当てはまるみたいなところであれば、まあ、そういうところからの方にも検討いただければなと思っておりました。ありがとうございます。はい、一旦リアルのところで何かご質問とかありますか。じゃあ前のメガネの方の佐藤と申します。よろしくお願いします。今の説明にあった通り、駐車場の台数は仮に仙台と、まあ、最小の場合ですね。で、当然ここの仙台のところに、仙台しか車止められないところに仙台の車来たらどういうことになるかっていうのはもう容易に想像できると思いますので、事前に例えば駐車券を発売するとか、そういう対処必要かなと思うんですけど、その辺いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。駐車券というのは販売事前にしようと検討しておりました。で、そこもちょっと宮城スタジアムの方と、じゃあ本当に各試合どれだけの駐車台数売っていいかとかっていうちょっと細かい話なんですけども、毎試合ごとに、まあ、こちらで確保できる台数ちょっと変動はすると思うんですけども、まあ、できる限り多くの台数確保して事前に販売しようと思っております。結局以前フィアスタ開催した時に駐車場のキャパシティをオーバーした車の来場者が多いからあの周辺で渋滞が発生して、それで止めていけないところに勝手に止めて、近隣からいろいろ苦情が出たりとか、そういう状況がありましたので、もう止められる台数はもう事前に駐車場の駐車券発売してしまって、駐車券持ってないやつはもう来るな、車で来るなというぐらいの規制をしてしまった方がいいかなと思います。それから以前の宮下開催の時にあったんですけれども、宮下周辺から少し離れたところに、ウェット駐車場を確保して、そこからシャトルバスを走らせるという方法を、取ったことがあるというふうに記憶してますので、その辺も一つ検討課題かなと思います。ありがとうございます。ちょっと様々なところを想定しなきゃいけないので、ちょっと別の話だと、リフ駅からシャトルバス以前やったこともあると思うんですけども、じゃあ岩切駅が定額制のタクシーできないかとか、ちょっといろんな、考えは社内でも話しておりましたので、まあ、当然パーク&ライドとかそういうところも含めて検討していきたいと思っております。ありがとうございます。はい、補足で佐藤さんがおっしゃってた駐車場で、まあ、パーク&ライドの話ありましたけど、多分私の記憶だとあそこですね、昔ヘリポートって言われてるところで今病院ができてるんです。交差点の角のところ大きい病院ができたので、
ょっと今そこは確か使えないという、ちょうど宮城県めぐみのサッカー場に入るところ、交差点の角だったところに確かにありましたけど、今病院大きい病院が立ってしまったというのが現実かなと思います。はい、ただまあ他に代替地がないかということを探すこともクラブの責任をさせていきます。ありがとうございます。他にご質問手上がってますので、はい、佐藤さんの質問を。澤田と言います。前回、要するに2009年でしたっけか、ビアスターでやったときにいろいろ混乱したりという反省点もあると思うんですけども、そこら辺の資料はクラブとしてお持ちなんでしょうか。はい、当時の担当者というのはちょっと今社内に不在になってしまってですけども、資料としては残っておりますので、一番やっぱり駐車場から出るところの動線の混雑というのが一番大きかったと聞いております。ですので、そこの経緯もそうですけども、入り口どこどう使うか、どこ開放するかというのを含めて検討していきたいと思っております。アンケートの時に書いたんですけども、その出口の問題で泉方面に抜ける出口ってあるんですよね、裏側から。そこを開放したり開放しなかったりしてたんですよ、前回。そういうところをきちんと開放するなら開放する、しないならしないで事前アナウンスするなり、何なりそういうのをしておくとか、そういうふうな反省点ってあったと思うんですよ。出るのに2時間かかったとかね、駐車場から出るのに。入るのはいくらでも入れられるんですけども、出す方が問題だ。そういうふうなこう問題点をお持ちだったら、あらかじめそのアンケートなり何なりに記載して、もっと多くこう意見を集められるようなアンケートを捉えたらよろしかったと思います。はい、了解しました。ありがとうございます。そこも踏まえまして、社内検討をしてまいりたいと思っております。はい、ありがとうございます。出口の、混雑回避というところは非常に重要な点だと捉えて、はい、検討をさせていきます。ありがとうございます。ちょっとZoom の方のコメントのご質問に入らせます。牛さんという方からのご質問で、ビアスター開催、年地指定席住人にとって屋根のラインがどこまで覆っているかが結構重要なポイントですね。屋根がかかっているとかかかってないところで、指定席の方が選びたいというご意見のところですが、そのね、いかがでしょうか。はい、了解しました。そうですね、そこは多分ここに全く記載なかったので、そこは現地確認はしますので、ちょっと今、この図面、ズームの方でも出てると思うんですけども、実際の宮下で使用するのは1階席のみで、メイン側にある2階席というのはちょっと使用する予定ございません。で、それでいうと、メイン側でいうと2階席のところは、1階部分は屋根になると思いますので、今ご質問であったように、どこまでがどう屋根があるのかみたいなのは、分かりやすく表示できればいいなと、逆に改めてそうはご意見いただいて思いました。はい、バックスタンドも屋根はありますけど、結構吹き込みが大きいスタジアムなので、多いところはありますが、はい、屋根はあるというところはございました。ゴルラがないとか、そういうところの構造が、お分かりにならない方が多いかと思いますので、ちょっとそこは対応したいと思います。もう一点、チャットの方で、平賀さんからですね、シャトルバスの発着地は岩切駅は使用できないのかというご意見があって、ちょっとこれ私、前担当者でご説明させていただきます。岩切駅は JR 東日本さんの持ち物でして、JR さんとの交渉が必要になります。で、以前交渉した際にはですね、非常に行かれた方はお分かりと思うけど、狭くて、タクシープールとあと、通常の、定期のバスでいっぱいなので、できないというふうに言われた経緯はございます。で、何度か交渉したこともあって、何度も断られたという経緯はございまして、コンサートとかでも今、そこは実現に至っていないというのは事実でございます。よって今、先ほども申し上げたように、岩切駅からであれば、タクシープールはありますので、定額タクシーという、次の群馬とかもよくやってる手法なんですけど、そういう手法とかはできないのかなというところはちょっと模索していきたいなというところをお回答させていただきます。はい。他にリアルの方でご質問とかあるかいらっしゃいますか。はい。小山さん。ごめんなさい、たびたび申し訳ないです。質問というよりもですね、今フロントの方々も13前の宮スター開催のことをご存じない方も
結構いらっしゃるかと思いますので、まあ、私その時の宮下開催全部行きました。その後 の、 ベガルタレディスの試合も宮下開催すべて行ってます。で肌で感じたことをちょっとお伝えしたくて来たんですね。でちょっとそれ言わせてください。まず宮城スタジアムっていうスタジアムは日本でもトップクラスの広いスタジアムということで有名です。あんなところに行くくらいだったらダゾーン見るっていうようなそのくらい広いスタジアム。なぜかそれはまずあれですね、駐車場の問題。先ほど澤田さんが言ってた泉に通じる道路が空いてたり空いてなかったり、それはおそらくコンサートの関係であったと思います。コンサートがある日はそちら開けないんですね。だからコンサートのある日にじゃあそちら側も開けようと思うと絶対 NG かかると思います。そうなると当然1箇所しかない入り口ですから大渋滞は必須。そういったことがありました。開けられる門も開けられないこともあるということは確保しておいた方がいいと思います。駐車場の台数に関して少ない、これもおそらくその積水ハイムスーパーアリーナと兼ね合いで増えたり減ったりするんではないかと思います。そういうような話も聞きました。そういったことがあるのでその辺 の、 打ち合わせは相当綿密にやらないと、パニックを起こします。本当に小さいことでもパニックを起こすんです、スタジアム。それからあと警備ですね。駐車場から道路を渡ります。皆さんまともになんか渡りませんよね。きちんと横断歩道を渡るようにって言って渡るんですけれども、警備がいるにもかかわらず引かれそうになったことも何度もあります。そういったような状態ですので、そこも相当その警備関係きちんとしていただかないと、危ないです。特にナイター真っ暗ですからね。それから私は主にボール裏から入りましたけれども、上がるときに全て坂道なんですね。で坂道で一列でずっと登っていくわけです。で登っていったら今度はコンコースが坂道なんです。でコンコースが坂道で、そこからさらに今度は例えば最前列まで降りようとすると長い長い階段を降りなければならない。あそこの階段は通常の階段よりもなんか高さがあるんです。だから非常に健常者でも非常に歩きづらい、本当に転びそうになります。だからそういったことも考えると安全に気を配るって言ってもこれ本当生半可なことではないはずです。その辺をきちんと理解している理解されているのかどうかというまあ見当てた心配をしていたりします。ちょっと長くなるのあれなんです、すみません、これだけ言わせてください。スタジアムからの見え方も観客席からのピッチの見え方も変わってきます。今まで通り の、 席で見ようと思っても全く違う視点で見ることになります。何しろあれだけピッチの遠いスタジアムです。ちょっと目の悪い人は試合なんか全く見れません。屋根もないです。さっき言ってた通りバックスタンドはもうどこ行ったって雨は影響を受けます。指定席だって半分以上雨は入ります。そういったようなスタジアムですので、提案なんですが、もし開催前に時間があるのであれば無料開催の試合を一度設けていただきたい。そうするとそこからの見え方とかここの席いいね、まあ、ここの席ちょっと嫌だねとかいうのもあると思いますけれども、それを見てから買う時間があれば、多少はその納得のいく買い方ができるのではないかなと思います。日程的に厳しいこともあるかも厳しいかもしれませんけれども、一つ提案としてちょっと検討いただければと思います。すいません、長くなりまして以上です。はい、ありがとうございます。確かにすごく坂道多いというスタジアムは我々もこの視察というか内情を見て感じましたので、そこは配慮しなきゃいけないなというところはあると思います。ちょっとスタジアムの、まあ、
無料試合みたいなところっていうのは、結局工事が入っているので、そこで試合するっていうのがなかなかできない状況ではございます。ただ本当に宮城スタジアムの方で、どこまでどう入っていいのかってちょっとわからないので、確定的なことはちょっとここで申し上げられないんですけども、アンケートの中にもちょっとご意見で、試合とかベッジは降りなくていいから、コンコースとスタンドだけでも、事前になんかこう、ツアーじゃないですけど、なんかできませんかみたいなご意見はありましたので、ちょっとそこは宮城スタジアムさんのところで、どこまでどう開放していいのかとかっていうところもあるので、ちょっとそこは調整になるかなと思っておりますが、今いただいたように、事前に見とくというのは、多分皆さんにとってもすごくいいことなのかなと思って、ちょっと調整はできる限りしてみたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと一回、Zoom の方に戻らせていただきまして、大輔さんという方がですね、これちょっと戻りますけど、アンケートの、回収率を上げる方法をですね、すごく専門的にもしかしたらこういったお仕事をされているかもしれないですけど、記載をいただきましたので、これぜひ回復率、回答率を上げる課題の方法をですね、ご提示いただきましたので、ありがとうございます。これはちょっと、クラブの中の方で参考にさせていただきます。ありがとうございます。佐々木さんからのご意見ですね。駐車場の裏側出口について右折禁止などの運用ができると多少するものであると思います。多分これはですね、沢音口ですね。目の前が温泉旅館がある沢音口からの出口を、右折を禁止して左折、つまりはトンネルの方ですね。石積もりトンネルの泉中央の方に行けるように限定した方がスムーズになると思いますというご意見ですね。これは先ほど小山さんからお話した通り、使える使えないの問題もありますので、使える場合に限定するというところは非常に検討して、ごもっともだと思いますので、参考にさせていただきます。あと、山下さんからですね、湯浅の改修の件でご質問いただいています。芝の更新だけでしょうか、トイレの施設が古くて汚いため、トイレ更新が必要だと思いますというご意見をいただいておりますが、現状、仙台市からですね、芝生の、改修工事ということで、承知して切っておりますので、芝生以外の改修は含まれてないというふうに、伺っております。ということで回答させていただきます。もちろんトイレの課題に関してはクラブとしても非常に重く受け止めておりますので、ですね、これは予算含めて誰がやるのか、どういうふうにやるのかという手法も含めて、クラブの方もですね、主体的になってこの課題には向き合ってきたと思いますので、少しお時間をいただければと思います。もう一個だけリモートの質問です。竹本さんと、あと村上さんという方からもありますが、シンプルに言うと、国立開催できないでしょうか。宮城スタジアムではなくて、国立で開催できませんか。昨日まさに町田が浦和とこう国立で試合をしたりとか、4万8000円入れてましたけど、2012年の優勝のかかっていたアジスタの FC 東京戦や、天皇杯決勝での埼玉スタジアムでのサポーターの数は、関東の方も多いというところで、J2 では清水エスパルスが、毎年国立でやって4万7000人を入れていると、甲府が ACL で国立を開催している、ぜひご検討くださいというのが、2つほどご意見していますが、一旦クラブから回答して、もしそれに対してご意見があれば、会場からもいろいろ声が出ているので。皆さんもぜひ。いいと思います。ありがとうございます。はい。いいと思います。佐藤さんの声もありましたが、ちょっとクラブから。国立の開催というのは、J リーグとも相談してできると思っております。実際の、ちょっと、ズームの方はチャットで手を挙げて、今、押してほしいんですけど、ここにいる方でも、国立ありだよって言うのもありだよって、ちょっとどれぐらい、彼女はちょっとズームの数になってきてるんで。国立ありだと思う方は、ぜひ、ズームのチャットで、挙手のボタンを押してください。ちょっと ここの中で定量的に。ちなみに、すみません、岩瀬に来られてるってことで、皆さん、宮城県というか、財政ですよね。でも、行きますよっていうことですよね。あ、すみません、意外と多いなと思いました。クラブとしては、確か2009年、宮下開催で、その時は福島の東とかでもやらせてもらったりとか、あと、その年は天皇杯、準決勝とかやったので、そこで古い国立はやってると思うんですけど、新しい国立の経験が、クラブとしても、サポーターの皆さんとしてもないというのは、そこで一緒にやるというのも、一つの選択肢として検討したいと思います。ありがとうございます。
はい、国立開催に非常に 期待が高いことが、この見てる内容で分かります。まあ、非常に、まあ、経費もかかるところもありますが、まあ、大きく集客できるというところも魅力だというところも、国立開催の事実というところは少し申し添えていきたいと思います。はい、続きましての質問で、大宮さんからのご質問で、集客が見込む試合の場合、FA 駅までの臨時列車を JR に依頼することは検討してますかというところで、これちょっと私にまた今回担当者に回答しますが、以前は JR さんに依頼をして、快諾していただいて、FA 駅までの臨時列車を何本か出していただいたという実績はございます。ですので、まあ、ただとはいえ十数年前の実績なので、その時と比べて、車両の在庫だったり、運転士さんの数とかっていうところの環境が変わられていると思うので、ちょっとまだ分かりませんが、交渉する余地はありますし、依頼して、引き受けていただいている実績はあります。ということの回答です。ちょっと一つ付け加えますと、利益増便、電車増便はいいと思います。まあ、できるできないはちょっと調整だと思うんですけども、それともう一つ今聞いている話だと、これもちょっと本当に現実にできるかどうかっていうのは確認しなきゃいけないんですが、利府駅の周辺の状況もすごくマンション建ったりとか、昔展開に使ってた空き地がなくなったりとかっていうのを、バス会社とかいろいろなところから聞いておりますので、じゃあそもそも昔と同じ状況で、利府駅でシャトルバスの展開とか、お客さんの待つ場所があるのかみたいなところも、ちょっと現状、昔とは違ってきていますので、そこもちょっときちんと確認が必要かなと思っております。利益やりますって言って、実際お客さんが利益行ったら待つ場所もなく、ただただ並ぶだけってなるんだったら、本当に違うところから多くの本数を出した方がいいとかっていうこともあると思いますので、ちょっとそこはクラブの方で確認しながら検討していきたいと思っております。引き続きリアルのところで何だかご質問とかありますでしょうか。今Zoom の挙手のところで、スミさんとユキさん手上がってた、これはさっきの名残で残ってるのか、そのご質問なのかというところです。スミさん、ご質問ありますでしょうか。あ、下げられました。下げませんでした。ユキさんはご質問ございますか。ズームのユキさん、もしあればまたお寄せください。で、ズームのチャットの方でいきます。橋本さんからのご意見で、無料試合は宮城さんで無料試合は難しいかもしれませんが、宮下でキックオフイベントとか、まあ、開催できるといいかもしれませんねというところで、まあ、先ほどスタジアムツアー内覧館みたいな形でキックオフイベントという、非常に貴重なご意見をいただいております。はい、非常に面白そうですので検討させていただきます。ちょっと我々も今年宮城スタジアムで改めて多く感じるところはあったので、本当になんか内覧とかできるかどうか分からないんですけども、できるのであれば、本当に今年中に、なんか早いうちにやる方がいいのかなと思ってますので、そこは検討だけちょっとさせてください。はい。はい、宮城スタジアム関連で、まあ、ちょっとフリートークっぽくなってきてますね。ちなみに、ここにスタジアムとか来てる方の中で、2009年とか行ってたって方ってどれぐらいでしたか。あ、多いですね。であれば多分過去の時の状況もすごく知っておりますので、そこもいろいろとご意見いただければと思います。じゃあ、ご手が上がりましたのでお願いします。リアルのご手が上がりました。あつみと申します。水キャリの件なんですけれども、さっきもちょっと出たんですけれども、私バックスタンドなんですけれども、今回ミヤスタをやるときですね、あまりま見にくいの分かってるんで、例えばメインスタンドのですね、SS 的な右側ですかね、ちょっと見えないですけども、そういうところに例えば同じ値段でっていうかね、そんでそういう要望ってそういうのも検討できればお願いしてます。あまりもちょっとね、バックスタンドはね、遠すぎて、非常にね、値段に合わせた価値がちょっとコスパスも悪すぎるんで、それもちょっとお願いできないかなと思いました。ありがとうございます。そこちょっとチケットピアさんとの販売のところの兼ね合いもありますので、ちょっと検討はいたします。ご意見としては多分宮下の時はこの席で見て、宮下に戻ったらいつもの席に戻ってみたいな、そういうフレキシブルな運用があるといいなというご意見は多分もしかしたらその
目安であれば10席がいいとか、そういうことも含めて、そういったご意見は多分相当出てくるのかなというふうに仮定していますので、ちょっとそれは非常にテクニカル的なところも含めて、社内で検討が必要だと思いますし、ニーズがあるということも今、把握させていただきました。ありがとうございます。はい、じゃあ、チャットの方でご意見が1個ありまして、グッズのレインポンチョの在庫切れがないように確認をお願いします。代表プレゼントに、代表プレゼントにポンチョはレインコート、あ、これは宮城スタジアムならではだと思います。岩下では絶対に売れない、まあ、全部やるからレインポンチョは、まあ、宮城スタジアムと一緒にニーズがある。ありがとうございます。はい、確かに、岩下よりも、岩下の方が需要がありそうですので、はい、検討いたします。在庫切れはないようにしますけど、それ、来場プレゼント嬉しいって方いますか？まあ、確かに、岩下の方が、使用する頻度といいますか、需要がありますので、ありがとうございます。はい、今、桜井浩平さん。上がったけど下がった。ズームの桜井さんはよろしいですか、ね、ご要望があれば、ミュート外していただいて結構ですけど、大丈夫ですか、はい。ご要望があればまた挙手していただいて。ゆきさんがずっと挙手が上がってるんですが、これは大丈夫ですかね、はい、下げ忘れだと思います。続きまして、リアルで質問だければちょっとちゃんと。佐々木さんから再度ご質問いただいています。チケット価格は宮下と岩下で差をつける予定はありますか？はい、ありがとうございます。現状でちょっとまだ来期 のチケットのお話もそうですが、年間チケットのところの価格っていうのが社内で今まだ話を進めている最中ですので、ちょっとまだそこで、値段がどうなるかっていうのはちょっと現状で決まっておりません。はい、検討中ということでお願いいたします。村上さんからのチャットのご質問です。リフ駅で思い出したが、2019年にオリンピックの予行演習で代表戦を宮城スタジアムナイターでやったとき、試合後の駐車場やリフ駅の混雑は阿鼻叫喚で地獄だったと。すごい。ちょっと言います、はい。その日は3万8000人ぐらいだったが、この人数だと間違いなくパンクすると思うというご意見。ありがとうございます。現状、多分、先ほど言ったメインスタンドに2階席使用しませんという状況だと、目安で4万、9千人近く入ると思うんですけども、2階席使わない状況だと、確か3万9千前後だったと思うので、ここが全部埋まるとなると、まあ、そういう規模感になるのかなと思ってました。はい、J1 に昇格して3万9千ぜひ入れたいと思いますので、皆さんご協力お願いいたします。リアルの方でどなたか、じゃあ、お会いしましょう。はい。すみません、お願いします。ちょっとまた空港からのシャトルバスを運用するかどうか、私もアウェーとか結構行きますけど、空港から出てるところなくて、結構そこから移動して電車乗って、バスみたいなこと結構多くて、結構めんどくさいんですよね、調べたりするの。まあ、泊まる場所にもよると思うんですけども、空港からバスあると、まあ、そんなに集まってくれなくてもいいですけど、アウェーも来やすいし、遠方の人も来やすいかなと思って、今調べたら多分40、50分ぐらいなので、一つの方法のシャーリーかなと思いました。あとシンプルな質問で、宮城スタジアムの、まあ、もちろんあの席はたっぷりあるんですけど、それは見やすさとか、先ほどからおっしゃってる、応援の圧力とか、監督のおっしゃるようなところの中で、スタンドを前に増設するっていう案もありますか？前というのはここの、それで。あの、イメージ神戸みたいな感じです。あ、どういうゲストですか？現状、施設の設備をプラスして何かするということはちょっとできないので、考えてないんですけども、まあ、陸上トラックがありますので、そこに、まあ、移動式の何かこう、スタンドみたいなものを出すのか、もしくは、イワストでもやってますけども、エキサイティングシートのような、まあ、椅子になるけども、ちょっと、トラック上に配置するというのは検討しております。できればエキサイティングシートはやりたいなと思っておりました。上の席で応援する人たちがもっと前にいた方がベターだなってシンプルな声なので、もし検討いただけるようであれば、施設費用とかもかかりますけど、まあ、その
サポーター応援エリアからゴール下の半分ぐらいと、先ほどバックスタンドの2ページ、私行ったことないか分からないんですけど、おっしゃる方もいたので、バックスタンド側をちょっと前に蹴り出すような形で、やれたらいいなと。まあ、あれはやらなくていいです。スタジアムはといろいろ話し合わなきゃいけないところがあると思いますので、ありがとうございます。はい。まあ、記載の通り、3月、申し上げた3月から6月の、まあ、限定的な仕様になりますので、まあ、限定的な仕様の中で、いかに快適に感染対策かというところですから、まあ初期イニシャルコストがかかる、投資も当然必要なんですが、まあ、その4ヶ月で回収できるものかどうかとか、まあ、そういったところを踏まえた観点も必要になってくるかなと思いますので、幅広くご意見いただきながら、いろんなことを検討していきたいと思います。あと仙台空港からのシャトルバスのご要望がございました。はい、そうですね、社内にちょっとそこの議論は確かに出てなかったので、我々にちょっと抜けてたというか、改めて新しいご意見かなと思いますので、そこも含めて検討したいと思います。ありがとうございます。仙台空港は目の前でも一旦があるので、まあ、高速っていうところでのアクセスは、まあ、非常に仙台駅から行くよりもしかしたら同じ時間ぐらいで行けるんじゃないかというところは、ご意見としてあると思います。はい、ありがとうございます。じゃあ今、はい、どうぞ。そうです。今の高速台を思い出したんですけども、仙台駅から岐阜行くのに下道通ってくるんですよね。シャトルバスは。あのシャトルバスを高速乗っけて出しちゃえばもっとは動線スムーズになると思うんですけど。高速すぐ近くなんですよ、岐阜のインターってね。ちょっとそこら辺の検討を願わないですか。白河市内ですか、ね、そうですね。あそこでバス会社の検討いたします。はい、ただ、高速代がちょっとシャトルバス代とかに乗っかっちゃうと、どれぐらいの金額になるかとかありますので、ちょっとそこも含めて、バス会社さんとの調整もありますので、はい、ありがとうございます。主催者の決めの問題だと思ってまして、私も何度かお客で来た時は、例えばワールドカップの時とか、まあ、代表戦の時は、シャトルバスは高速道路を持って行きました。ただ、まあ、その分、当然値段に跳ね返るというところなので、まあ、どちらがいいかというところはいろんなご相談で、バス会社と決めて、皆様のニーズと合わせて決めていくことだと思っております。はい、ご意見ありがとうございます。ただ、シャトルバスやるにしても、今みたいに高速使うか使わないかで、いろんな選択肢があるんだれば、そこは改めて新しいご意見かなと思いましたので、ありがとうございます。はい、チャットの方から長島さんがですね、スタジアムがイベントや出店、どれぐらいの規模になりますかと。山形の青江来ましたが、感染環境はよくはありませんが、スタジアムがイベントは山形の方が良かったですと。せっかく広く使えるのであれば、試合以外の魅力を高めてほしいですというご意見です。はい、飲食売店につきましては、岩下で出店いただいているような売店さんにお声掛けして出していただくような形は検討しております。プラス、スタジアムの外の施設とかも広いところがありますので、まあ、広広もありますけども、そこで何かイベントができないかなという話も社内で出ておりますので、そこも含めて検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。はい。はい、じゃあ小山さん。すみません、今の話であったそのイベントなんですけれども、とにかく悪いところしかないスタジアムですけれども、それをむしろプラスに変えるっていうことで、今岩手スタジアムだと、出店する飲食店の方々、直火を確か使えないというふうに聞いてます。宮城スタジアムであれば、多分使えますよね。それであれば、とても、俺はでかい方がいいと思うんですけども、とても大きな飲食のイベントをですね、まあ、毎回と言わなくても、月に1回ぐらい、すっごいでっかいイベントを作って、で、サッカーを見に来ない人も、寄りたくなるような、大きなフードイベントがあってもいいと思います。それだけのスペースもありますし、あとまた脇の方にあれですよね、公園もありますしね、お子さん連れて結構遊んでる方もいらっしゃいます。そういった人たちも引き込んで、でそれでね、なんならちょっとサッカーでも見に行こうかみたいな人がいればもう万々歳じゃないですか。
そういったようなね、どうせやるイベントだったら俺は大きい方がいいと、いろんなものとコラボしてというようなことも前向きに考えていただければ、これもマイナスをプラスに考えられるんじゃないかと思います。そういったこともご検討いただければと思います。はい、ありがとうございます。直火に関してはちょっと場所によってどこをどう使えるかというのは宮城スタジアムと調整します。ただイワストよりも使いやすいのかなという認識は確かにあります。はい、あと、コンコースの、売店の場所というのが固定はされているんですけども、その、さっき言った外のフリースペースとか、宮下から公園に行く間の、空いているスペースなんかは、確かにイベントのスペースとしては、最適だと思いますので、そこも検討していきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。宮下のネガティブな意見が多い中、あえてポジティブな意見を言うとすると、広場が広いとか、公園が隣であってとか、そうですね、コンコースが広いとかですね、そういった自由度が上がるっていうところはありますので、そういったあえてネガティブならずポジティブにいいところもちょっとつけながら、みんなでそういった議論も深めていければ楽しい方向になっていくかなと思いますが、貴重なご意見もありがとうございました。チャットの方でですね、千葉さんからご意見ですね、宮下を利用するのは来シーズンのみという認識、2025のみでという認識でいいでしょうか、26シーズン以降の利用を考えているのか、また、岩下利用時と宮下利用時はどれぐらい経費が違ってくるのか、答えられる範囲で教えてください。はい、基本的に宮城スタジアムを使用するのは、現時点で考えているのは、その岩下の芝生張り替えの改修工事期間のみと。というふうには考えております、はい、で経費につきましてはちょっとスタジアム使用料だけじゃなく、試合を開催するにあたって一式ありますので、いくらというのは言えないんですけども、実際倍じゃ効かなかったかなというのがありまして、スタジアムの広い分だけ当然警備の配置も外周にも必要になってきますので、すごく言わせたよりもかなりの費用がかかるかなというところでございます。はい、細かいところなんかお伝えできないですけど、相当かかるというところは、クラブとしても覚悟を持ってやらなければいけないというところで、皆様のご協力をお願いところでございます。はい、続きまして、じゃあチャットの方で、すぐちさん、こちらもちょっと似たような回、ご質問なんですが、1試合の開催経費、岩下より宮下がかかるんでしょうか、宮下がかかるというのは、ニュアスタで1万5000に入った試合と同程度の利益を達成するのに必要な宮下の観客数、損益分岐点のところの話を、いただいておりますが、ちょっとここはどうでしょうか。そうですね、そこまで現地で算出したいので、ちょっとわからないところです。はい、ちょっと今申し上げたところで、なかなか、内情もいろいろあるので、お話しできるところは難しいんですけども、経費が倍くらいかかるというところがありますので、シンプルにそう考えたときにどれくらい入れなければいけないのかというところは、有料入場者数がいて、客単価があってっていうところの掛け算でしかないと思いますので、そこを少しご想像いただくと、皆様も何となくイメージがつくのかなと思っています。その中でやはり、どうカバーしていくかっていうところは、クラブとしては、スポンサーの看板を増やすとか、イベントを増やすとか、他のところで収入を得るとか、そういうところが課題となっているかなと思います。実際、経費のところもそうなんですけども、実際これ、2009年の時私がそうだったんですけど、実際、経費じゃなくて、お客さんのその労力というか、歩くところでいうと、僕、普段、岩下で試合すると、昨日とかも大体2万歩くらい歩いてるんですけども、言わせたときは6万5000とか歩いてます。っていうぐらい、やっぱりこう倍じゃなく3倍ぐらい、コンコース一周するだけでもすごくかかるので、ちょっとそれぐらいの大きさというか、規模感かなと思っております。先ほどあったように、基本的にもうメイン側からバックが来るだけで、全部そこ坂なので、歩数じゃなく歩く労力といいますか、ちょっと疲れるところもあるのかなと思いますので、そういう状況かなと思っております。はい、他にリアルの方でご質問は、いらっしゃる一番後ろのワイシャツの方。あ、
じゃあ先にサポーターの方に、また後でちょっと、はい、後ほど、はい、サポーターの方で、はい、あ、じゃあ澤田さんですかね。澤です。なんかもすみません、あの現状もなんですけども、売店キャッシュレスになってるんで会計するときにすごく時間がかかってるんですよ。それで宮下に行って Wi-Fi なくてやった場合に、そこら辺のところって大丈夫なんでしょうか。ちょっとそこら辺のところも確認しておくと、まあ、いいと思います。はい、ありがとうございます。現状、キャッシュレスの端末につきましては、まあ、宮下で言いますと Wi-Fi じゃ、 Wi-Fi を使ってない状況ですね。で、実際はあのキャリアさんのところを使っております。で、今年一番多分あの皆さんできなかったっていうのは山形線だったと思うんですけども、そこでやっぱりハーフタイムすごくあの呼び込みがあって、あの決済遅かったっていうのはあの報告受けておりました。で実際その日からあの、まあ、NTT ドコモさんとかいろいろお話しさせてもらいまして、岩下の電波の状況とか増設とかもちょっといろいろお願いして変更していただいております。で実際8月3日の清水線、まあ、山線同等の数入ったと思うんですけども、その時には、若干の混雑はあったものの、あの呼び込んで決済できないみたいなところまで、ないような状況まで、電波状況を変えてもらってますので、岩下では現状そのような形です。で、宮下に関しましても、実際その話しておりまして、既にドコモさんとかキャリアの方で動いていただくような形で、実際現地かけて行ってもらったりとか、なんかそういうところまで考えていただいてますので、まあ、昨日あのまさに NTT ドコモさんが待ってたんですけども、担当者の方もその認識はございましたので、そこはいろいろとあの協力して連携しながらやらせてもらいたいと思っています。はい、ありがとうございます。ではちょっとチャットの質問に行かせていただきまして、竹本さんからのご質問で、宮下の交通問題に関して、マイナビ仙台レディースの試合をベガルタの試合後に開催して、帰宅分散を図るというのはいかがでしょうか。北チーム側も相当人数が残っていると思います。まあ、ダブルマッチのご提案です。はい、ありがとうございます。そこは我々 J リーグの日程と、まあ、ウィリーグさんの日程調整もありますので、まあ、そこの一応岩下でダブル開催でダブルマッチでやらせていただきましたけども、まあ、もし本当に可能であれば日程が合うのであれば、あの、まあ、あとマイナビさんがやるやらないというところもあると思いますので、そこは検討してまいりたいと思います。ありがとうございます。はい、長島さんからはこれあのご意見で、リフだったら期間限定でラフランス2さん出店してほしいと、これ多分広報カメラを見ていただいたんでしょうね。はい、ありがとうございます。で、佐々木さんからのご意見で、増席は難しいと思われるので、トラック部分手前くらいまで観戦エリアにしてしまって、ピッチとの高さはないけど、距離は近くにするのも、球場の問題ができるならばご検討を。まあ、エキサイティングシートをもう少し幅広く、柔軟にというようなご意見。そうですね、あのピッチ上トラックどこまでどう使えるかは確認しますので検討してまいりたいと思います。あのただ岩下よりも置ける数は多いと思いますので、そこも含めて検討かなと思います。はい、他にリアルのところの皆さん、会社前の当初かぶってたんですか。あ、そうです。あの多分平日の開催もあると思うんですけど、カップ戦とかはどうなんですかね。集客かなり大変だと思うんですけど。はい、現状ちょっと来季の日程がまだ全くなので、どれだけの平日開催があってカップ戦どうするかっていうのはまだ出ておりませんので、ただまあ平日開催毎年ありますので、そこはどのタイミングでどう入るかっていうのはちょっとあると思います。そこも含めてあの検討してもらいたいです。カップ戦はルヴァンカップは今年からあの J3、J2、J1 の総当たり戦になってますので、まあ、勝ち上がっていくと、まあ、今年はルヴァンカップのホームゲーム今年はなかったんですけども、まあ、来年度はどっかのタイミングで勝ち上がればある可能性は当然出てきますので、あの意味は、まあ、安さだと思います。あのちょっと確定した内容ではないんですけども、なんとなくこうイメージでちょっとお伝えしますと、基本6月入って
途中ぐらいから大体ナイトゲームに変わるっていうタイミングになると思います。で、これが実際に宮下開催と、まあ、開幕戦から6月末までを予定、現状予定してますので、そうすると宮下開催の最後1試合とか、2試合は、まあ、先ほどアンケートにもありましたけど、ナイターというか、になる可能性はありますので、まあ、その時に本当に19時キックオフにするのかとか、18時がいいのかとかっていうのは、実際にそこを調整しなきゃいけない試合は、まあ、1試合、2試合くらいかなっていうふうに、あくまで想定なんですけども、しております。はい、じゃあ、チャットのご質問でですね、長島さんからのご意見ですね。2万人程度だと、スタジアム規模感で言えば、ガラガラのイメージになるので、座席指定して、リフ町民は無料ワンコインで招待して席を埋めてほしい。私はリフ町民ではないですと。安田監督のように新規開拓です。まあ、地元の方々を無料とかワンコインで招待したいかがでしょうかというご意見です。現状、今年からの今年もうちの地域連携部の方では、リフ町に当然お話ししに行って、いろいろと協力するようなことをお願いしてますので、何かと連携できればなと思っております。はい。残りあと、まあ、宮下の議題に関しては残り15分ぐらいなんですけども、何か他にご質問とかございますでしょうか、エリアの方で。橋本さんからご質問来ている。これちょっと宮下の話と別なので、また後ほどの時間でちょっと、橋本さんのピックアップさせていただきます。ちょっと時間早いですけども、それであれば、一回宮下の議論を、まあ、ちょっと皆さん本当に今、現時点で、ぜひ懸念していること、言いたいこと、心配なことを言い尽くしていただきましたでしょうか。ぜひ、そういったいただいたものを持ち帰って我々が検証しますので、ぜひ、まあ、もし言いそびれがないというところで。そうですね。はい、ただ、もし時間ちょっと今早いので、もし早く終わらないと我々残ってますので、個別にちょっと話、どうなのって聞くことあれば、我々いますので、はい、また思い出したら、またじゃあ、最後に言っていただければというふうに思います。じゃあ、団長さん、お疲れ様でした。はい、戻ってください。では、最後にですね、まあ、ここはまたちょっと、その他というところで、少しフリーの議題にはなってくるんですけども、まあ、今日ちょっとトップチームのことを、今シーズンの完全ルールのことを、まあ、あと来シーズンの Q&A スタジアム、宮城スタジアムの開催についての、意見交換会をさせていただきましたけども、他にですね、最終、あと、まあ、残り15分、20分ぐらいなんですけども、何か気になる点とか、まあ、これをきっかけにせっかく来たのだから、ちょっと聞いてみたいこととか、もしあれば、最後、答えられる範囲でですけども、じゃあ、佐藤と申します。たびたび申し訳ございません。今日ちょっと聞こうかなと思ってたのはあるんですけど、ベバルタのホームページの方にスタジアムバック放送の件が載ってるんですが、昨年の9月の会議以降のデータ更新がないので、ちょっとこの辺の進捗を可能な限り教えていただければなと。はい、じゃあ磯田の方から回答させていただきます。スタジアムパーク構想未来会議ということで何度か回答させていただいて、ご質問の通り、ホームページでご質問、会議の内容を公開させていただいております。で、時点の会議ではですね、皆様からのご意見とか市民サポーター、ボランティアの方、市民団体の方から意見をいただいて、まあ、あんなことをいいな、できたらいいなみたいなところの話をさせていただいておりました。できたんだけ意見を聞きながら未来に向けて絵を描くような段階でございました。で、その会議をですね、一旦、まあ、ちょっと発展的に解消させていただいておりまして、より具体的に、そう、あんなこといいなというよりはもうちょっと具体的に業務として、クラブが本当にできることを現実的に取り組むというところの段階に今ステップとしては入っております。まあ、具体的にじゃあ何かというところに関しては、まあ、ちょっと今まだ皆様にご報告してないということはまだできてない、できる段階ではないんですけども、確実にそれに向けてですね、具体的なことに動いておりますので、また
いつかご報告できればというタイミングが来れば報告させていただきたいんですが、まだちょっとすみません、現時点ではご回答、ご回答というか ご公表できないところはちょっと大変心苦しいんですが、控えさせていただきたいと思っております。ただ我々もスタジアムを中心にしてですね、この泉中央地区がもっと活性化していくことっていうのはクラブにとって使命だと思っておりますので、これに何も着手してないというわけではなくて、しっかりと向き合って取り組んでいるということだけはお約束させていただきたいと思います。はい、はい、どうぞ。続けてすいません。昨年の9月16日のその報告を読んでるとですね、なんかすごい難しいこととか金のかかることをこうやろうとしている節がなんとなく伺えるんですね。で、そんなに無理やり難しいことをやろうと思わないで、例えば七日公園の駐車場半分潰してケータリングであそこ埋めるとか、去年ポケモン GO のフェラー、去年ですね、今年ですね、ポケモン GO のフェスタやったときに、あそこの手前側の駐車場を全部潰してケータリング入れてたんですよ。あ、こういうこと簡単にできるんだなっていうのは、わかりましたんで、そんな、あそこのケータリングうちの手配で埋めるのは、そんな難しいことじゃないんじゃないかなと思うんです。ですから、スタジアムから公園に行く動線の、注意さえできれば、そんなことすぐにでもできることじゃないかなと思います。でちなみに北側のうちのさ、リアスタの北側エリアですか、非常に出店したい方が大勢いるというふうな話を漏れ聞いておりますので、そういう方たちに声をかければ、隣の駐車場を埋めることぐらいはそんな難しいことじゃないんじゃないかなと。そういうところから少しずつの構成、構想を広げていって、どんなことができるのかな、公園どういうふうに使ってたらいいのかなと。スタジアム安田からの動線どういうふうに考えていったらいいのかなと、少しずつこう実験的なものを積み重ねていって、そのもっと広い構想を考えていくっていうのも一つの考え方じゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。北公園の隣の駐車場に関しては、皆さんも感染のところに得られている方も多いかと思いますけども、あちらに関して、現状当社は当クラブはですね、イラスタの、ユーザーという形で、利用者という形で利用させていただいてはいますけども、あちらの駐車場に関しては、利用者でもなく管理権限者でもないというところが、現実でございます。ですので、管理者が自分たちの権利で、権限で主体的にそれを、フレッシブルに活用するということは、現実論としては可能となりますが、ちょっと我々はまだその立場には、当然ながらございませんので、我々の試合だけを我々があそこを全部貸し切って、我々の、やりたいようにというところは、あそこを使用者として貸し切るというところはなかなか難しいこともありますので、それはですね、今後、そういう現実があるということを踏まえて、どういうふうにやっていけば、七北公園一体となって、我々がユーザーであり、ある程度管理をできながらやっていけるかというところは、手段、方法を模索していきたいと思っております。もちろん答えになっているかは難しいですけど、現状そういったところでございます。はい、じゃあ手前の方。田村と申します。はい、田村さんお願いします。座席なんですけども、私いつもサポーター応援エリアで応援してるんですけども、この前の鹿児島戦の試合前の大雨ライブですかね、あの時は非常にフレキシブルな対応していただいて、本当にありがとうございました。で、やはりサポート応援エリアとゴール下エリアって、こう、席取りを何席もする方が非常に多いというのは、昔からの課題だと思っているんですけども、ちょっといつだったか覚えてないんですけど、コロナが明けたぐらいに、入場の時にこうシールみたいなのを渡して、座席取ってますみたいなシールがあったと思うんですけど、いろいろコストの面もあると思うんですが、施策はすごい良かったなというふうに思ってるんですけども、何十席も取るような方、そういう非常識な取り方をする方を、排除していただくような運営をしていただきたいと思ってるんですけども、今後そういった席取りに対して、具体的な何かをするというような考えはございますでしょうか。はい、ありがとうございます。現状のそういう席取りあるというのは、アンケートの対象が来てて、で実際お客様の声も来ております。
で実際今シーズンも警備の方でこういうお声掛けしたりしてはいるんですけども、まあ、毎試合それをやってる状況、お声掛けしている状況なので、まあ、それがピタッと止まっている状況じゃないなというのは分かっております。で今おっしゃってたその確かにコーナーの時に席ここ座ってますみたいなシールがあったので、確かに経費の問題等がありますので、まあ、そういうことで改善ができるのであればちょっとそこも含めて検討はする価値があるなと思いまして、はい、ありがとうございます。はい、ちょっとチャットのところでですね、宮下の件でお話が、中川さんからありましたので、宮下の駐車料金およびシャトルバスの運賃の想定がありましたら教えてください。はい、ちょっと現状でまだ、想定金額というのもバス会社さんと宮下さんに出ておりませんので、ちょっとまだいくらというのは明確に目安としてもちょっと持ってない状況でございます。これまでの実績とかかつてのです、今と他のコンサートの実績とかが参考になるって感じです。そうですね、はい、ちょっとこれ実際僕が見たんじゃないか、聞いた話ではあるんですけども、今度福山雅治のライブがあるみたいなところで言いますと、シャトルバスが、往復で約3000円くらいと、で駐車料金も3000円というようなところを聞いておりました。はい、まあ、駐車料金3000円であれば4人で乗っていただければ1人頭700円くらいですか。最初の気持ちが違うとか、はいはい、前は12年前、13年前は1000円くらいだったと小山さんのご記憶。3000円ならいきませんその頃とちょっとガソリン代とか人件費とかなんかドライバスのドライバーさんの法律とかを変えられてると思います。3000円ならダゾンの代金でしょ。積水アリーナの席数と宮下の席数が違うので、そこで運ぶ数の違いでその金額になっているというふうに認識しています。はい。アジア男性とか、はい。宮下さんの応援についてなんですけども、私、バックスタンドのセンターあたりに座ってる、認知系でやってるんですけども、まあ、いつもアンケートに書いてるんですけども、大旗の振りでですね、コーナーキック、昨日もですね、コーナーキックとか、スローインなんかでやるときにですね、大旗振ってる方が、あそこで見、6回まで OK なんですかね、今ね。前の2列、前の1列の方がね、大旗振ってる前の列の方が、タイミングが悪くてですね、その時に振ってたり、振んなかったりしてる半分くらいね、振ってるんですね、コーナーキックの時に。まあ、意識して振ったり振んなかったりしてるんですけども、まあ、できればですね、振んないようにもっと指導してもらったり、あとはどうしても旗を振って、まあ、盛り上がってる時ですから、旗を振って、応援したいというのであれば、もう少しですね、上に上がるなり、もう少し、どちらですかね、コーナー割り移動するなりしてもらってですね、非常に私自身はそのコーナーキックとかですね、あの辺の中で、の攻め合いを見たいもんですから、その辺ちょっともう一度、検討なり、指導なりしてもらいたいんですけど、その辺どうなんでしょうか。まあ、この話はですね、ずっとやってまして、5月9日の4月3月のですね、改善内容についても回答はあるんですけれども、その後もですね、あんまり改善されてないようなので、よろしくお願いしていきます。はい、ありがとうございます。アンケートにも返答しておりましたが、実際のサポーターの方々とも、うちの運営担当の方でいろいろコミュニケーションを取らせてもらっています。で、実際、今年いろいろ旗を振る本数だったり、振ってる場所も変更してもらったりとかというところもいろいろとコミュニケーションを取ってやっていただいているので、まあ、これは継続してずっと話し合いというかコミュニケーションを取っていかなきゃいけないと思っていますので、それは今後も続けていきたいと思っております。ただ全く変えてないとか話聞いてないとかっていうわけじゃなく、我々から話したらサポーターの皆さんもじゃあ場所変えようかとかっていうところもすごくフレキシブルにやっていただいているという認識ではありました。ありがとうございます。はい、どうぞ。早坂と申します。
はい、ちょっと応援の席についてなんですけども、いつもサポーター自由席で、ちょっと子供たちと見てるんですけども、これ、清水戦の時初めてエキサイティングシートを利用させていただきました、3人でですね、その時どうしてももうウォーミングアップが始まるタイミングで、ちょっとスタジアムにつきまして、その時にまず1点目が、初めてだったので、どちらが入場ゲートなんですかという、入り口 の役員の方に聞きましたら、なんかアウェイの後ろのところが入り口なんだとか最初言われて、で何とか確認したんですね、本当にそこなんですかと、3人でつらっと汗かきながら行って、で今度裏の役員に聞いたら、いやここじゃないよとかって言って、であそこ の階段下だからとかっていう話 でちょっとそういうのがありまして、ちょっと誘導に関してもう少しこうなかなかあまり利用する方もいない場所でもあると思うんですけども、その辺が、徹底してほしいのと、あとはちょっとエキサイティングシートの入場がちょっとバックの中央あたりから大股の下を通っていかなくちゃいけないんですね。でちょっとウォーミングアップしてでも大股振ってるところで上がったタイミングでガーッと走っていって行かないといけなくてですね、なかなか行けとじまいでですねそれでちょっと合間を狙っていって、あともう一点感じたのが、エキサイティングシートってなかなか試合時間に飲食っていうか、飲み物しか飲めませんよね。それはいいんですけど、結局試合時間は動けません。でハーフタイムの時間で飲み物買ってきてくださいって言っても、なかなか階段上で上がって買って戻ってくるっていう時にまた大股振られてて、この間もまたなんか入るのに時間をなんか要してしまって、なるべくそのエキサイティングシート用の方用に何かこう、自販機ぐらいとかその辺飲み物とかあるのがベストかなっていうのと、あとは入場の入り口、大股の後ろから入るんではなくて、他のところからそこにこう絡まないようなこう入り口の入り方っていうのもあってもいいのかなっていうふうにちょっと感じたので、お伝えしました。以上です。はい、ありがとうございます。ご案内に関しましては、多分そこの間違った誘導があったということですので、ちょっと大変申し訳ございません。で入り口に関しては、以前南側の方から入ってたんで、それを多分間違って案内したということだと思っています。はい、で実際その北側から入るのは、泉地方から来られる方多いので、そこから近いところというところで北側の入り口にはしてるんですけども、そこの検討も今後含めて社内で協議はしてまいりたいと思っています。で ピッチ上の飲食に関しましては、食べ物というのはちょっとそもそもピッチ上で食べちゃいけないというルールがそもそも岩下にあるので、我々が決めたルールというよりは岩下のルールではあるんですけども、当然暑い時期なんかは熱中症とかもありますので、水分補給に関しては今後もどうするのかというのは対策も含めて考えていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。少しちょっとチャットの方の質問に戻らせていただきましたと、橋本さんからですね、今季最終盤での勝利の女神松崎しげるさんの来場はあるのですが現状あるかないかで言うと、現状ないので、ご意見としていただきたいと思っております。大輔さんの秋春戦についてというご質問いただいています。今考えている対応策を教えてほしいです。選手視点で言えば屋内練習場の確保、練習場の練習環境整備、サポーター視点で言えば観客席の暖房環境、寒さを防ぐフェンス設置、運営経営視点で言えば寒くて出かけたくないと思う客層が増えると思うので、より効果的な集客策ということです。まず、私も回答させてもらうと、選手視点で言いますと、屋内練習場の確保とか、セキュリティの練習環境の整備というのは非常に、ハードの整備ということでお金がかかるというところであります。一部従前からありますが、 J リーグはそこを支援する支援しないという話も総論としてという話は出たり消えたりはしてますけど、具体的に何が決まっているかというと、まだ何も決まっていないので、何も決まっていないではちょっと、対策はちょっとできないかなというふうに、現状での対策はまだないと思っております。ただ屋内練習場を作るだけが全ての解決策ではないと思ってますし、例えば積雪時には、やってるように、積雪しないところで練習をすると、場所を変える、その場所を変えるという部分であったり、あとはピッチカバーシートといって積雪時にですね、雪を積もらせないようなシステムっていうのも今開発されてて、結構相当な金がかかるんですけど、そういったものを導入するとか、そういったこともですね、いろんな方策はありますので、そういったところはですね、クラブの方では
いろんな勉強をしているところです。このサポーター指定のところで、観客席の暖房環境、あの寒さを防ぐというところ、まあ、あと寒くて出かけないと客層がいるというところに関してなんですが、ここはですね、あのアキャル製と直結しないと思っておりまして、アキャル製だからといって、今、皆さん、まだ少し勘違いをされていらっしゃるのは、その12月とか、真冬にシーズンをするんじゃないかということをご懸念されていると思うんですけど、まあ、従前からの説明の通りです。12月少し、あの、1週、2週ぐらいやるシーズン、やる試合は増えるかもしれないんですけども、あの、基本的には、あの、大枠で12月の下旬から2月中旬まで中断するということは変わらないんですね。なので、そこのタイミングで試合をしないというのは変わらないんですが、そのタイミングがシーズンオフなのか、シーズンの途中にウィンターブレイクが入るのかっていう、その制度の、あのシーズンの制度が変わるということですので、そこはちょっと一度ご説明させていただきます。まあ、その上でやはり、まあ、仙台という土地で、まあ、寒くて試合を見に行きたくないという方は当然いらっしゃるので、まあ、そういった対策で言うと、まあ、ハードを整備するというところしかないんですが、まあ、そういったところはですね、ちょっと今後も、まあ、あのシーズン以降もなることも踏まえてですね、検討はしていきたいと思っています。ちょっと具体的に、じゃあ今何か暖房、観客席に暖房を入れるとか、ヒートシーターを入れるとか、まあ、そういった案があったり、予算があるかというと、現状はちょっとまだないというところが正直なところでございます。あと佐々木さんからのご質問で、退場時の駐車場内について駐車スペースを突っ走って最短距離で走る車がいたりするので、フェンスなどで区切る場内による誘導の配置を検討というのは、多分これ、もしかすると隣の七北公園の駐車場だと思うんです。これ、先ほどのご質問にもあった通り、当クラブですね、あの七北公園の駐車場のですね、管理者でもなく、お借りしている使用者でもないという立場で、我々あそこに関してはですね、正直、今現状、試合の時でも一切関与できていない立場でありますので、これは指定管理者である七北あの公園緑地協会さんにこのご意見をお伝えしておきたいと思います。あと、鷲見さんからですね、トイレの改修はないにしても、もう少し洋式、和式、空いてる、空いてない、まあ、を分かりやすく表示してほしいというご意見がありました。トイレの改善に関しては、非常にクラブとしても全然多く受け止めておりますので、少しきっかけを作り込んでいきたいと思ってますので、少しお時間いただきたいと思います。リアルのところで、残りあと15分切ってますけど、はい、佐藤さん。たびたびすみません。東北学院の泉キャンパスの利用について、芝のグラウンドを作るっていう話以外、ちょっと目立った情報がないので、可能な限り教えていただければと思います。はい、芝生のグラウンドの整備のところでニュースを出させていただいて、クラウドファンディングを先日実施させていただきまして、皆さんご協力ありがとうございます。クラブハウス、それに伴うクラブハウスは、まあ、隣の建物を改修してクラブハウスにするということはご説明をしておりまして、先日、芝生の苗植えをのイベントをしたときにはですね、クラブハウスとなる予定の建物の内覧会もですね、参加者向けにちょっとさせていただいたというところが現状でございます。で、まあ、昔、もともと大学生協だったところと大学の学食だったところを、まあ、リフォームしてクラブハウスにするというところで、まあ、大規模なリフォーム工事になりますので、今その図面を描いたり、見積もりを取ったりというところで、まあ、そこに少し時間がかかっているというところでございますので、ちょっとまだなかなか、まあ、もちろん現場の意見を聞きながらやってますので、一回描いたものを、ああでもない、こうでもないみたいな感じでやっているところが現状でございます。なので、もう少し皆様にご報告できるのはもう少し後になりますが、まあ、クラウドファンディングを2回させていただくということは、お示ししていた通りでして、10月ぐらいから再度、クラブハウスの整備のためのクラウドファンディングをさせていただく際にはですね、皆様にこういったクラブハウスをこういう形で作るので、ぜひご協力くださいということで、ご報告できるように、準備をしておりますので、これもまた同じ回となってしまいますが、もう少しお時間をいただければと思っております。よろしくお願いします。はい。では、続きまして、ちょっとまたチャットの方に戻らせていただいて。
昨年と比べて、長島さん、昨年と比べてチーム成績や運営面を含めた満足度は高いです。その中でチーム戦略もあり、難しい点があるかもしれませんが、負傷者の情報開示を改善してほしい、一生選手気になりますというところですが、候補の所持部長に、負傷者の情報開示のところで、どういうスタンスかというのをお話ししてみてください。以前、何年か前ですね、サポーターかなくても一回お話ししたと思うんですけども、基本的に選手の負傷情報についていつまでどう出しなさいとかっていうのはルールは、ありませんので、各クラブの判断になります。でその中でじゃあどうしようってなったときに、一つあるのはきちんと診断がつく、全治が分かる、きちんとお伝えできる情報が出たタイミングで、お知らせをするというのが、今のクラブのスタンスになっていますので、よくまあ、言い方は語弊ありますけれども、はっきりしないものについては、むやみに出さないというのが今のスタンスになっています。でそれとは別に、今、記者の皆さんの記事だったり、SNS だったり、あと日々の練習見学、今、コロナも明けて、だいぶ今、盛り上がってオープンしてますので、そういうところで見ていただいて、まあ、感じていただくというか、見て、認識していただくというのが一番、確実になります。ただ、そこについて、こうだからいないですと、こうだからいないですというのも当然、さっきの話に戻りますけれども、出すことはありませんので、ないからすぐ出すとか、ちょっとやきもきさせてしまうかもしれないですけども、そういう。物差しで今、入手する反応をさせていただいているというのをございます。はい、ありがとうございます。チャットの方で佐々木さんから、ナイトゲームの選手入場時の照明について、今のようなスタイルも華やかだが、選手が出てくるところをスポットライトで照らすようなパターンも見てみたい。まあ、これご要望ですので、もっと有効活用してほしいというご要望でした。佐々木さんからもう一つ、駐車場について山形でやっているようで、やっているような何人以上乗っている車は出口に近いエリアに止められるよというような運用を検討ということです。はい、まあ、多く乗っている車は出口に近いところに止められるというのは山形のスタイルだと思って参考にさせていただきます。ありがとうございます。はい。他にご質問がなければ時間的にもちょうどいいかなと思いますが、大丈夫ですか、皆様。はい、はい、小山さん。あ、ごめんなさい、本当に何でもこれだけちょっと言わないとと思って、私今年ちょっと事情あって年間チケットじゃなくて一般入場で入っております。で一般入場の方で待機列を抽選というかね番号を割り振られて行ってますけれども、番号がかなり後ろの方になった場合にその待機列を並んで、びっくりしたことがあったものですからお伝えしたくて、清水線の時に、番号が800番台というなんかとんでもなく広報に行かされたんですけれども、ぶっちゃけ、野球場のあたりでした、ね、野球場のあたりに並んで、チケットチェックがあるかと思って、当然時間通りに並んで、チケットチェックを待ってたんですけど、結果的にチケットチェックはありませんでした。時間的に途中で打ち切ったんだと思います。ということは当然不正もできるということなので、そういうのがどうなのかと。それともう一つ、これとても大事なことなんですが、一般の待機列はトンネルを抜けて道路の脇の方に並ぶんですよ。あれ向かい のマンションなんですか、老人施設かどうかの駐車場だと思いますけれども、車結構夕方なんで出入りが多いんですけれども、その脇にカラコンとかもなくみんな並ばしてるわけなんです。で、もう後ろの方だし警備会社の人たちもぶっちゃけいないんで、もう無法地帯になってるわけですよ。で、そこは車が通れないで人が塞がって人が避けてとか、とても危険です。で、当然そこは手柄田仙台さんの指定の範囲ではないと思いますし、だったらなおのこと危険です。これは当然カラーコーンとバーで仕切って人はそこから出ないようにして、で警備の人も当然しかるべき範囲で立たせるべきです。そういった状態なので、これいずれ事故起きるなと思って、これ大変危険なことなんで言わさせていただきます。とにかく待機列に関しては皆さんね、関取のことでピリピリしてますので、きちんとこういうふうにやりますと言ったらその通りにやっていただきたい。途中でチェックやめますとか、そういうのをやら、そういうのは私は論外だと考えます。
なので、まあ、権利会社さんもなかなか大変だと思いますし、まあ、それを、当然フロントの方々もそれ以上に大変だとは思いますけれども、とにかくって決めたことはきちんとやるということ、やりきるということを、やっていただきたいです。とにかく危険が絡んできますので、この話だけは言わせてもらいました。何度もすいませんでした。以上です。はい、チケットチェックにつきましては、確実にやらなきゃいけないことですので、そこは抜けないように、今後、警備会社ときちんと連動して実施してまいります。誠に申し訳ございません。あと、待機時につきましても、やはり、そこは我々のユアスタの指定管理地ではないにしろ、我々のお客さんですので、確かに高温とかバーとかで待機作るとかっていう対策が必要ですし、高校でも警備員の方々はいてもいいと思いますので、そこの警備員の増員、集客が多いしないのはそこも含めて検討してまいります。はい、ありがとうございます。はい、皆様、いろいろとご意見をありがとうございます。じゃあ、時間も終わりの時間になってきましたので、最後に、この方から、はい、一言、総評を指名でいただく形で、皆さん大丈夫ですか？手尽くしましたか？大丈夫ですか？じゃあ、ちょっとここで指名をさせていただきたいと思いますので、じゃあ、社長さん、お願いします。はい、長時間にわたって、いろいろ活発なご意見いただきました。ありがとうございます。クラブは運営をするにあたりまして、基本、やはり安全安心、そして、まあ、スタジアムの環境を皆さんに楽しんでいただけるようなものにする、まあ、これがお客様に、より多くのお客様にスタジアムにご来場いただく、まあ、結果としてスタジアムの熱気、活力というのが高まって、それがトップチームの後押しになって、まあ、リーグ戦での成績も上がっていくという、こういう好循環になる、そういうふうに思っております。まあ、これまでもさまざま取り組んでまいりましたけれども、今世の中実はエンターテインメント事業は非常にこう活発に変わってきております。まあ、ご案内の通りサッカーだけではありませんで、スポーツの選択肢がどんどん広がっています。まあ、バスケットであったり、まあ、もちろん野球もありますけれども、まあ、リアルに見る人と、それからまあダゾーンその他、まあ、そのネット環境で間接的に見るというお客様もどんどん増えています。で、若い方々の視聴傾向というのもどんどん変わってきております。我々そういうものに対応しながら、今までにない新しいチョイスをどんどん繰り出していきながら、お客様のニーズに少しでも応えられるように、サービスの質的な向上、これをまあ継続的に図っていかなければいけないという、そういう立場にあります。まあ、本日提示をいたしました課題につきましても、まあ、直接的な会場の変更というような大きなテーマもありますし、まあ、意見交換の中でもいろいろご指摘ありました、まあ、施設のこまごまとした運用、あるいは改善、そういった点、これまでも試合ごとにアンケートをいただいております。その中でもさまざまいただいております。改善できるところから取り組んでいるところはもちろんありますけれども、やはり施設を管理する立場の人に直接やっていただけなければいけないこと、あるいは相当の事業費がかかること、関連する団体との意見調整が必要なこと、まあ、もろもろありまして、まあ、一気にというのは難しいところはありますけれども、全体としてお客様の満足度が上がるように継続して取り組んでいくという、このことは変わらず取り組んでまいりますので、本日本当にいろんなご意見をいただきまして、まあ、Zoom のご参加の方々も含めまして、改めて感謝を申し上げたいと思います。今後ともベガルタ仙台をお引き立ていただきまして、ご支援をいただきますように改めてお願いをいたしまして、本日ご参加の皆様方に対する御礼に返させていただきます。本日は本当にありがとうございました。はい、ありがとうございます。最後竹本さんからちょっとご意見あったので、ちょっと最後広がっていただきますね。竹本さん、ビアスタの渋滞軽減の観点でパーク&ライドできるの場所を確保してシャトルバスを取ってます。先ほど田田さんからもあったご意見があったので、イオンさんと協力するのは一案かと思います。シャトルバス料金会社は泉中央から無料で飛ばすとか、自家用車来場からシャトルバス来場へ誘導するような有効対策を検討いただきたいです。
町田は無料でシャトルバスを利用しているというふうに正解しております、まあ、あの来ていただくことにハードルが少ない方がいいというところのご意見ですね。非常にあのこういったご意見も参考にさせていただきながらちょっと来年での準備をしていきたいと思います。それではちょうど4時の時間となりましたので、以上をもちまして、2024シーズン第2回のメガネタ仙台クラブミーティングを終了させていただきます。皆様、円滑な議事進行にご協力いただきまして、どうもありがとうございました。